皆さんこんにちは。今回令和新選組全国比例からチャレンジいたします長谷川ういこです。ありがとうございます。令和新選組 の、 あの経済政策のですね、まさにもう支柱といいますか、もうその、最もたるいろんなあの令和新選組の経済政策を深めるためにお力を貸してくれたのが、こちらの方でございますというわけなんですけどね、長谷川ういこと申します。はい、長谷川さん、じゃあ思いの丈を。皆さん、今山本太郎さんから紹介していただいた通り、私ですね、あの 3.11 原発事故に衝撃を受けて、これは何とかしなければいけないと思って立ち上がりました。そして私が初めて開催した、エネルギー研究の勉強会に駆けつけてくれたのが実は山本太郎さんだったんです。で、そこから私と山本太郎さんのご縁が始まりました。でもね、皆さん覚えていらっしゃいますか、あの2013年の参議院選挙、山本太郎さんはここ東京選挙区で当選しましたよね。でも自民党が圧勝してしまった。なぜか。それはね、やっぱり経済政策に民主党政権が弱かったからだと私はつくづく思っています。原発をなくすためにも、多様性を実現するためにも、格差をなくしていくためにも、経済政策に強くなければならない。私はそう考えて2016年積極財政の勉強会を始めました。そこにですね、再び駆けつけてくれたのが、なんとまた山本太郎さんだったんです。自分もこれだと思ったと、この経済政策がなければ実現できないということを言ってくれて、一緒にこの令和新選組の今基盤となっている積極財政を研究してきました。私自身、就職氷河期世代の一人です。友達は非正規雇用で、ブラック企業でパワハラにあったけれども、それでも次の職がないかもしれない、そんな不安に苛まれて辞めることができず、心療内科に通いました。私もそれに付き添いました。そして私自身もですね、父が2019年に脳出血で倒れて、介護と子育て両方を担うですね、ダブルケアを経験してきました。今の日本の状況どうでしょうか。30年間のデフレ不況で格差が拡大して、賃金がずっと停滞している。この経済を転換しましょう。ありがとうございます。私は令和新選組が日本でこの経済政策を変えられる唯一の政党だと確信を持っています。令和新選組の中でこの積極財政を担って、日本の経済政策しっかりと変えて、皆さんと一緒に何があっても心配しなくていい国、病気になっても、年を取っても、子育て中でも、どんな状況でも安心して暮らしていける、そんな国を一緒に作っていきたいと思っています。皆さんどうかよろしくお願いいたします。長谷川ういこでした。ありがとうございました。ありがとうございます。正しい経済政策を用いて25年のデフレ、そこにコロナまでやってきて戦争まで起こっている、この状況をしっかりと変えていく、その方法を知ってます。令和新選組、長谷川ういこでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。